今日には連絡したどこが明るい話題なんだよ、はあ、分かってました僕ここんとこずーっとメッセージアプリのグループ見張ってたもんでもワンチャンお前が個別に連絡してんじゃないかと思って聞いてみたまないとは思ってたけどえやっぱ報告ってすべきだってあいつが通ってる高校に行くんだよ 鉢合わせるる可能性あるんだからするでしょ普通だって、俺、もうごここんとこ全然連絡できてねえし。変じゃねあっちにはあっちのコミュニティがあるんだしさ。昔の知り合いが親友面してコンタクト取ってきても、迷惑かもじゃん。もう、なんでお前って今日のことになると、こう、イジイジうじうじすんだろう。乙女じゃねえんだから。それと、親友面じゃなくて、親友、な。